金沢の広報群。金沢市浅野川流域より。高三郎さんは、石川県金沢市南部にある山。国土地理院の掲載位置、2万5センチ経図は、西赤尾である。国土地理院の山等三角点が設けられている。本校では、石川の山の記述に習い、三角点が設けられている頂を。 競技の高ローさんとし、標高1445メートルの頂を天の、またの頭とし、両者を包括して、競技の高ローさんと呼ぶことにする。西川上流部、西川ダムの南方、旧倉谷集落南東約5キロメートルに位置する。金沢市街地から両好に眺めることができる。西川の本流二た川とし流層、谷川の分水嶺にあたる。 特に残雪期、金沢市方面からの登山客で賑わう。5月頃には、片栗本社区投げ等の群落が見られる。水ならやブナの干木が多く、三角点付近では刈り込まれてはいるが、あまり眺望に恵まれているとは言えない。小立ちの隙間から、かろうじて大門山、三越山、白山、金沢市街等を望める。なお、現在の三角点の標高は1。 421.43メートルであるが、最古の測量成果である、明治末期の印高値は1421.5メートルであった。高三郎山の古障は、古くは、天保元年頃成立したとされる、可能越三州地理志向に現れる。同書では、三越山、ねじめ登山、高三郎山をして、三山大治都市、倉谷三宝山と呼ぶ、とある。 天保11年の、下越の三参祭密絵図では、三越山、小須山、高三郎ぶさんを合わせ、倉谷三宝としている。明治初期に成立した広告知事によると、高三郎ぶさん、ねじめ登山、三越山を合わせて三法学と呼んでいる。なお、ここで言う三越山とは、現在、三越山と呼ばれている山ではないと考えられている。かつて、みこ山、 ねじめ登山と呼ばれていた山は、現在の高三郎山から、現在の三越山間のおねじょうのどれかだと思われるが、現在となっては断定は難しい。しかし山方合わせて称している点から、高三郎山から離れた位置にあるとは考えがたい。高三郎山の南には、天の、股の頭の他に、保育ら山と呼ばれる山があり、先の、 カエツのを三周斎密江図にある小須山は、保イクさんのあたりに位置するという考え方がある。西川ダムを起点とし、ダム湖東岸沿いの道を過ぎ、倉谷川沿いに進むと、旧倉谷集落跡に到達。その後の川沿いの道は、通行が困難な部分もあるため、迂回するなど慎重に進みたい。登山口からは2ルートの登山道がある。一方は、 長尾根から倉越尾根を登る新道。もう一方は、尺投げ尾根を登る旧道である。現在、旧道は全く整備されておらず、廃道状態のため一般的には、通行不可。振動を利用する必要あり。旧倉谷集落との標高差が1000メートルを超え、旧道が多く痩せ尾根もあり、登りに約4時間を要する中堅、上級者向けの山と言える。 2008年5月より、金沢大学ワンダーフォーゲルブ OB 会による自主整備が始まっている。明治初期の広告知事によると、かつては二股村から西谷川より登るルートがあったとするが、人権なりとあり、整備された登山道とは考えがたい。石川の山編集委員会編、石川の山石川県山岳協会、1989年。 五万府道地形図、西赤尾陸地測量部同じく、加納越山州地理志向にある、越中川から読んだ、倉谷三宝山とは、現在の奈良だけを指し、紛らわしい。加賀国石川軍村市、第14巻、広告地市、角川日本地名大辞典編纂委員会編著角川地名大辞典17石川県、角川書店。 西谷川筋より、上がる子三郎山頂上まで三里二丁元。ありがとうございます。